ありがとうございます。はい、いえいえ、とんでもない。いや、私もなんか嬉しいです。一応ちょっとハーネスつけてみて、その動画送ってみますね。はい、ぜひぜひお願いします。お洋服とか着るのはすごい好きで。そうなんですか。そうなんですよ。だからもしかしたらいけるかも、うん、そしたら慣れたら大丈夫かもしれないですね。そうですね、ちょっと一回やってみますね。うんうんうん、そうですね。なぜかハーネスをつけると倒れちゃうんですよね。ハーネスはどんなものを使ってますか？なんかあの泥棒柄の朝からくさんおやつですよ。子猫の時に買って。そっかそっか、子猫の時に買ったんですね。はるちゃんが使ってるやつどんなのですかね。はるちゃんが使ってるやつこれです。これ期間限定デザインでね。そうなんだ、かわいいですね。いや、そうなんです、一目惚れして買っちゃいました。こういう服っぽいハーネスと、うん、なんかこういう紐丸出しみたいな。あー、うんうんうん、紐丸出しハーネスが大きい区分だとあって、ほなちゃんの泥棒のやつ、泥棒のやつ週間ぐらいだと思うんですけど。そうですね、なんか完璧な服ではなくて、うん、紐がメインのやつ、うんうんうん、とにかく調整がつくんですよ。あー、なるほど。成長過程の子猫ちゃんとか成長に合わせて買い替えるのもちょっとあばかしいと思うので、うん、紐タイプのやつはやっぱ子猫ちゃんにおすすめです。うん、確かに。あとなんか違和感がすごい少なくって、ハーネス苦手な子でもつけやすいんですよね。なるほど、そうですね、うん、そう、普段服とか着ない子でも紐だったらいけるっていう子がいたりしますね、うん、ただ難点としてはやっぱ固定する場所が限られていて、うん、つけにくいし、すごい外れやすいんですよ。あー、怖いですね。うん、ただなんかハーネス慣れとかにはいいかもしれないですけど、なんかこれをつけてお散歩に行くとかはちょっと私は結構抵抗があったりします。なるほど。やっぱおとなしい子ですね。暴れる子だと結構すぐ抜けちゃったりとかします。明らかにいいのはやっぱ服型より涼しいんですよね。夏場とかに車の中だったらこっちに変えたりしてます、うん、なるほど。そうですね、車移動の時にはいいかもですね。うんうん、そう、車移動の時すごいいいと思います。服のようなタイプなんですけど、うんうん、すごいね、調整がしづらいんですよね。やっぱね、止める場所で大きさ変えられたりとかはするんですけど、うん、それでもやっぱりどうしても限定的になっちゃうので、うんうん、大きくなってもうこれ以上大きさが変わらないだろうなってなってから、うん、ちゃんと測って合わせて買うっていうのがいいですね、うんうん、あ、そうですね。調整できないっていうのがデメリットなんですけど、うんうん、その代わりかなり体にフィットしてくれるので、うんうん、着脱がすごいしやすいし、うんうん、猫ちゃん側から外すっていうのもかなり難しくて外れにくいです。うんうんうん、ただ体と接する部分が多いので、うん、やっぱり慣れるのに時間がかかるなって部分はあるかもしれない、うん、そうですね、うんうん、
そうでもあの今モナちゃんが使ってるやつ本当につけ方が難しくって、あ難しそうですよね。そうなんですよ。でなんかつけるのにすっごい手間取って引っかかれるっていう、そうですね、猫ちゃん暴れることも考えたらやっぱつけやすい方がいい気するんだよな。こっちでこう練習して、うんうん、さっとつけれるようになってから猫ちゃんにつけてあげた方が負担がない、それいいかもしれないですね。ハーネスをつけると動かなくなっちゃうんですけど、どうしよう。そうですよね、なんか YouTube でもよくそんな動画を見ますよね。そうですよね、まさかの転落しましたけど。転落しました。下はマットレスですもんね。そうです、あのベッドじゃなくてマットレスで、衝撃ゼロ、怪我もなかったんです。衝撃ゼロだったんです。こっちの衝撃が大きかったです。嘘。そういう時ね、おやつとかおもちゃとか、うんうん、ご飯の前とか、うんうん、猫ちゃんが喜ぶようなこととセットにしてやってみるといいと思います。うんうん、あ、なるほど。そうですね。ハーネスつけると嬉しいことがあるって思ってもらえると、うん、結構こっちのもんだったりします。あ、そうですね。あとなんかおやつとかおもちゃとかあると、うん、ハーネスの違和感より食欲の方が勝ってくれるんで、うん、間違いないですね。うちは絶対そうです。で、一回ね歩いちゃうとあんまり違和感感じづらくなるみたいなので、うん、歩かせちゃえばこっちのもんです。頑張ります。おやつがあれば歩きました、はい、うん、よかったよかった。そしたら無理ない範囲で習慣でおやつあげる回数とかもあると思うから、なんかこ う, う、ね、まあ、普段の生活の範囲で無理ない感じで、まあ、ちょっとちょこちょこやってみて、うんうん、まあ、キャリーの中でぐらいはハーネスつけてもおとなしくできるぐらいになったらいいかなと思います。おやつあげない日はちょっとご飯の前にあげてみるとか、はい、遊ぶ前にやってみるとか、そんな感じで改善してくるんじゃないかなと思います。はい、わかりました。ハーネスつけたからといってお散歩できるわけではないというのはここで言っておきたいと思います。うんうん、あ、そうですね、うんうんうん、ハーネスつける難易度とお散歩の難易度は全く違うので、そこはぜひ覚えておいてください。あ、わかりました。ハーネスつけるときに、はい、首輪ってそのままつけてっていいんですかね。首輪って結構なんか迷子札的な意味合いが大きいかなと私は思ってるんですけど、うん、あ、そうですね、うんうんうん、なんかハーネスみたいに首輪って、うんうん、首輪に直接リードつけて使うものじゃないじゃないですか。うんうん、確かに、うん、引っ張るとすぐ外れちゃうんですよね。すぐ外れちゃいますから、うんうん、首輪はやっぱりハーネスとは全然別の意味合いだと思うので、うんうん、ハーネスつけてさらに首輪もついてると、例えば、うんうん、迷子になった時に探しやすかったりとか、あ、そうですね、確かに、うんうんうん、おすすめはやっぱ首輪には名前とか住所とか書いといてあげてほしいんですよね。うん、そうですよね。うち首輪つけないんで、うん、はるちゃんモフモフすぎて全首輪が毛の中に埋まるんで家
えなくなっちゃうからつけないんですけど、これあのタグのとこに、あ、本当だ、かわいい、名前も書いてある、電話番号とかも書いてて、あ、なるほど、大事な猫ですって書いてる、あ、本当だ、大事な猫ですって書いてあるなるほど、そうですね、二重につけてたらより安心ですね、そうですね、どうしても脱出の危険、脱走の危険常に考えておかなきゃいけないと思うので、うん、万が一の時のこと常に考えて、もちろんないようにはするんですけれども、しちゃった時にどうしようっていう対策はこうやってしといた方がいいと思います、うんうん、そうですね、わかりました、あのなんか刻印してくれる迷子札とかたくさんあるから、 ありますね、なんか電話番号と名前だけでも書いて首輪につけておくとよりいいと思います、うん、あ、わかりました、ありがとうございます。ケージの鳴らしなんですけども、うん、キャリーの鳴らしも一緒なんですけど、うん、ただ部屋の中に出しとくだけで大丈夫です、うん、あ、わかりました、はい、まあ、なるべく長い期間出発するまでずっと部屋の中に出しといてもらえるのがベストだと思います、うん、はい、わかりました、じゃあ早速今日から出します、うん、お願いします、はい、おもちゃとかおやつとかで誘導しない方が多分いいと思うんですよね、うん、うんうんうん、なんか自分から入って安心できる場所を取って使ってもらうのが多分いいと思うんですよね、うんうんうん、とにかく安心できることを教えたいので、うん、中に入ってる間は触らない、構わない、寝てたら起こさないっていうのを個人的には心がけてます、うん、あ、なるほど、構っちゃいそうですね、可愛いから、可愛いですよねちょっとグッとこらえますねですると多分、あ、ここにいると安心できるんだなって思ってもらえれば結構儲けものですね。なるほど、わかりました、はい、うんうん、どのくらいまで鳴らせばいいかというと、うんうん、普段から普通に使ってるなぐらいまで、欲を言えば置き換えるぐらいまで、あー、なるほど、うんうん、鳴らすのが一番間違いないですね。そうですね、うんうん、最終目標としてはやっぱいつも使ってるのを一回撤去しても普通に使えるっていう環境だとすごい旅行のストレスが減ると思います、うん、そうですね、確かに結構もうモナちゃんも猫イチのケージ、はい、あれをすごい活用してて、今出しっぱなしにしてるんですけど、うんうんうん、今日あん中で寝たりとか、あん中からあの私を狙って急に飛び出してきたりとか、めっちゃ聞かれてるすごい狩りの標的になってる完全に気に入ってます、よかったよかった、そしたらね、大丈夫そうですね、大丈夫かなと思います、なんかあんまり心配事も少なくてそんなに心配もしてないですけどいや本当大丈夫かな、うん、あとはなんかこう知らない家とかに行ったことがないので、うんうんうん、いやそうですよね、そう、建物になれるかどうかかなっていう感じはあるんですけど、まあ一緒にいるから大丈夫かなとなんかちょっと楽観視してますモナちゃんのおうち記念日が6月なので、はい、6月中に、はい、うん、行けたらいいなっていうのは考えてます。あ、いいですね、6月来る、うん、やっぱりあの暑くなる時期はモコちゃんにもストレスかかりやすいと思うので、あの、うん、一番暑い時期は避けて6月中っていうのはいいかもしれないですね、うん、ありがとうございます、うん、ちょっとその方向で考えたいと思います、うんうん、いいと思います買うものがすごいたくさんある場合は結構鳴らしの期間が必要だからちょっと開けてもらった方がいいと思ってたんですけど、モナ、うんうん、ちゃんの場合もほとんど揃ってたし、
あ、そうですね、うん、今度使ってもらってたっていうのがあるので、じゃあその方向でいきましょうか、うん、はい、ありがとうございます